55年目ですね。だんだん高額物件のエキシヒーローが買えるようになってきて、ジュネーブがもうちょいってとこですね。お、世界の各地には隠されたものの財宝があちこち眠っていると言われています。そこで名高い財宝が隠されていると言われる有力な場所を8カ所ピックアップしてみました。お、新たなイベントだね。実際にその土地を訪ねて、もしも財宝を探し当てたら発見スタンプを押しましょう。財宝が今も眠っていそうなおすすめの場所はこの8カ所です。ぜひ寄ってみてください。バウ、10年間で8カ所ね。北京、ルソン島、ルソン島はフィリピンでしょ。サンクトペテルブルク、どこだ、アクスム、エルサレムもわかるけど、バミューダトライアングル、マダガスカル沖、バウブジフ、わかんないな。アクスムもわかんないな。この財宝探しには多額の証言がかけられています。発見スタッフを一番早く8つ集めた市長さんには到着金の10倍を、2番目に早かった方には5倍が贈られます。財宝は赤マスや黄色マスに潜んでいるかもしれません。地上にあるとも限りません。周辺にあるってこと？それ、はいはい。まあ、いいか、スタンプ探せと。赤マス止まるのは怖いな。新たなイベントが始まってしまったから、なんかやれることが少なくなりそうだ。早速エルサレム、あー本当に目指していくんだね。1位がすげえ賞金もらえるって言ってたからね、これを目指すしかないのか。いきなり1個目、近くに行ったら目指すしかないね。またお金ばらまいてる。いやー、宝くじイベントか。なるほどね。宝くじじゃないや、宝物、財宝イベントね。難しいな、どっちを目指すべきか。エルサレム行ったね、一つ目。エルサレムがあそこっていうのが分かったけど、あとがちょっと分かりにくい。アクスム、バウジフンが。いやー困るな。レイキャビクに合流したいけど、それどころじゃないってことか。一番遠いのは雷神だからね。僕もエルサレム目指してもいいのか、これは。もうジュネーブも行きたいんだよな。あと3800億、届かんな。ジュネーブ、ミラノ、パリ、ロンドンを取れば、ここ行けそうなんだよな。あと、攻略情報で見たのは、ここに、なんてとこだっけ。コンスタンティーヌに、乗っ取りカードっていうのを売ってんだよね。乗っ取りカードだと、100倍払わずに奪えることがあると。そうですね。で、お楽しみを見ないといけないね。8大財宝探せ。マダガスカル、ルソン。今近いのはやっぱエルサレムだけなのか。サンクトペテルブルク。どこだろう。バウブジフもわからん。場所がわからんとな。やつらが通っていった後を探すか。いやー、そう。とりあえず音速でいいんじゃないかな。エルサレム行くか、ここゴールするか。いやー、一歩足りねえんだって。すげえめんどくさいな。一歩足りない。パリかロンドンにも行きたいが、そう行けない。ミラノを奪っておくか。でもエルサレムか。バウジフンはどこ？エルサレムどこ？あ、エルサレム行けるね。もうエルサレム行っておくか、これ。ミラノが奪いたいんだよな。いつでも来れるっちゃ、いつでも来れるんか、これ。いやでもミラノ強いからな、取りたいんだよな。3000億とかちょっと無理か。いやどうしようかな。エ
ルサレム行っとくか。行けるときに、なかなか余裕ないからな。すげえ金がもらえそうだから。全員でエルサレムに行きますか。そうだね。はい、しよう。財宝発見。先に集めた方が勝ちなんでしょう。できるだけ集めに行った方がいいんだよ。ゴールするかなこれ。六大都市を手に入れやがったな。おお、元に戻った。どこに行くか。やつらが財宝を踏むところを見て。本当はあそこ、え、どこ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 、バブジフ、そこなんだ。すげえな。貼ったんで8個踏んでしまいそうな勢いだ。ここ覚えとこう。バブジフ、この青マスね。わかんねえ、何も書いてねえんだ。ワルシャワでプラハで、ワルシャワとプラハの間と覚えておこう。じゃあ僕も踏みに行こう、それ。CPU に頼るのが一番だな。アウジフフ。いいね。踏もう。これは踏もう。ミラノも行きたいんだけどな。これ、行けるときに行っとかないと。問題は、あれだ。スリギンが出てくるかどうかだ。さすがにこんなに隠れてるとこわかんないな。黄金列車が出てきた。ポーランドのバウジーショフ。サンクト アクスムもわかんないね。ああ、スリギンが出てくるかどうかっていうのはすげえ怖い。普通に降った。雷神も近づいてくるからちょっと怖いよねこれ。で、親とかなったらすげえ、クション、誰かが近づく。いやー、1出ねえだろこれ。それ、いやー、宝物。先にゴールしやがって、この野郎。ヘクションしたのに。いやー、財宝を手に入れたいなー。ハボローネ。ああ、でもこれもしかすると、財宝イベントの、そんなこともないか。すまな。あ、ちょっとあれを買って。星飛びをちょっと見てみよう。ダメだな。速できますか。近づきましょう。貧乏神は？あ、その辺にいちゃうんだ。マンチェスター奪うのもいいか。ミラノ行けないね。ジュネーブ行ってでも金が足りないんだよな。フランクフルトもいいじゃない。ベルリンは取ったからいいでしょ。ロンドン行けない。パリにしとこうか。パリパリパリ。まあパリにしよっか。買えねえ。なんか美味しいところ、あ、ここか。バレンシアにしときますか。じゃあち
あ、でも宝の場所わかんないな。アックス、ちょっと検索するしかない。攻略情報を見て。で、10年以内に、エンマに金が入ったね。ピラミッド登頂大会。はいはいはい。司会は私のおなじみ、戦うパーソナリティ、ショッカー、マルノ。ルールは簡単。サイコロ振って出た目の合計でピラミッドの段を全速力で駆け上がる。いきなりピラミッド夢ができたね。そして201段のピラミッドの頂点に誰より先に立った人が優勝。優勝者は持ち金がどれだけマイナスでも借金がゼロに。さらに優勝賞金はドドンと1594億。でかいね。順位が接近している時の賞金が高いので逆転が起きる可能性もあります。はい。開催しますよ。持ち金ゼロになるって言ったっけ？いや、勝てるでしょう。おお、すげえ。頑張ってるな、グラフィック。ピラミッド登頂レース。ただサイコロ振るだけでしょ。このサイコロでもよくねえんだよな。めっちゃ時間かかりそう。1982年、エジプトはギザ、クフ王の大ピラミッドの前です。近くで見ると予想を超えて大きいこのピラミッドが登頂レースの舞台です。まず選手が出走する順番をサクッと決めましょう。1番いいんじゃない？で、201段。1番は有利なんじゃない？サイコロ10、201段のピラミッドに挑んでいきましょう。必ず疲れてピラミッドを登るためにサイコロが減っていきます。ちょうど疲れた頃にミイラが選手を襲います。12個。ああ、小せえな。平均38段じゃ少ないな。1個ずつ少なくなってくるんだね。いくつだ？37。あんま変わんない。これもあんま変わんなそう。34。これ1番手はちょっと有利かもしれんな。ライジンは36。ああ、最初は変わんないね、あんまり。平均的な数字が出るのかね。頑張れ。おお、結構でかいよ、これは。48。よしよし。スが変わるたびにサイコロがどんどん減りますと。こっちもでかいな。41。うーわー。変なダイスが出なければ勝てそうな感じではあるが、あ、こっちもでかい。いや、いい勝負してるね。これもでかいな。大体一緒なら、地位が有利か。サイコロ10個になっちゃった。うん、小さいな。10個で33ってことは平均3.3。よろしくないね。うわー、でかい。でかいよ、これは。越されたか。越されたか。ああ、一緒。小さいんじゃない？これは。ああ、そうでもないね。パッと見じゃちょっとわかんないもんだね。でかいな、これ。ああ、一歩手前だったから12個振れるんだ。これはでかいな。あ、でも、ミイラに襲われた。あ、ちょっとしか下がらないんだったらあんま関係なくない？でかいが頼むよ、40以上。わあ、結構でかい。これはいいんじゃない？ミイラに襲われなければ最高だが。おーし。あと38。あれ？あとサイコロ3個になった。いやー、こっちもでかいな。これ6個。ああ、あんまり上がりすぎると逆にサイコロ振れなくなって、損なのか。ちょうどいいとこに登らないといけないのか。なんか勝てそうな雰囲気ではあるんだけど、サイコロ6個と3個の違いはちょっとずるいよな。3個しか振れないの。
3個しか触れないだったら全然進めないじゃん。ねえ、そうだよね。8だ。あー、しかも、うわー、ひどい。8個登ったのに8個下がった。いやー、これはちょっと、うわー、負ける。いやー、同じような勝負なのか。ここから一気に登るのが強いんだな。まだ6個触れる。うわー、エンマ強え。場所位置的な問題なんだな。残り3個なんだ。あ、なるほど。後ろの人ほどたくさん触れる。1回落ちたのがきつい。9だと超えたんじゃない。さっき8だったから。どうだ。あ、またもしかすると、6、7、8、9、耐えた。でかい、こいつはでかい。下がれ、10段登って何段か下がれ。いや、結構ミイラの邪魔があるよ。どうだ。わあ、真ん中にたどり着きやがった。6個振るのでかすぎでしょう。6個振るのはでかすぎでしょう。ちょっと3個になった。いやー、いい勝負だ。12、3個で12は割とでかいよ。12。いやー、あと29段だって。無理だよ、ちょっと。あー、無理っぽい。8、9、10。もう一個いけ。くそー。何個下げられたんだよ。負けか、これ。持ち金ゼロになったらすげえきついぞ。14でかい。しかし、長えな。あー、こいつも下げられる。これは難しいね。ゲームとして難しいな。でも、羨ましい。なんだ、8、全員落とされてる。佐久間だけいいとこいるな。10、どうだ。8段か。あ、これはいい位置いったね。羨ましい。ゴールが目の前。ハイジだけ27。遠い。目算18。9。あー、これまた落とされそう。これ登りきれねえんだよな。一応耐えたが。いやー、でかい。いやー、これも佐久間ゴールするでしょう。佐久間がゴールしたらちょっとたまんないな、これ。まだ3個振る。ああ、一気にゴールしたんじゃない？これ。どうだ？ 14 段も登り上がった。ハイジ、18段を2個のサイコロじゃちょっと無理だよな。ハイジとの勝負じゃない。佐久間が8以上が出るかどうかの勝負だね。1番が有利だと思ってたんだけど、そうでもないんだな。でかいガス、でかいガス。6、まずいよ、これ。6はまずいよ。次、全然届かない。1、3、4、5、6。しかし、佐久間が8以上出て終わり。終わりでしょう。わー、ずる。いやー、そこで一回下がってほしかったなー。いくらもらえるの、これ。いやー、相変わらず、ダイスを。ダイスを操作してるな、こいつ。千何百億だっけ。そんなレースがあったとは。4200億。持ち金ゼロとかいうのって言ってた。持ち金ゼロはきつい。次ゼロではない。
ードバンク嬉しいよ、これ当たりやがった。長かったねイベント。まあ楽しかったからよしとしよう。あと、あれをやってたね。宝、お楽しみをやってたのも忘れた。八代表。マダガスカルを、サンクトペテルブルクはどこだ？ロシアの方か？あとは分かりそうなもんなんだけどね。44マス、遠いな。まずい、これ。まだゴールされないとは思うか。いやーちょっとカード使おうか。物件飛び、遠いな、ダメだ。星飛びか、音速でいくか。問題はここに邪魔なやつがいるんだよな。つけた後に誰かにつけるってことできるか。いないな。いやー困ったねー、これは。パリ、ロンドンも止まれないし。ミラノかー。カジノ、たまには行ってみる？それとも。ミラノだな、これは。であとはこれを奪えばもしかするとなんとかなるっていうのを期待しよう。いやー遠いのが困るな。で何ですか？トピックス、お待たせしました。個人的グルメ大賞、ワシントンカニ料理店。ああ素晴らしい。お金が入ってくるのはいいんだが、どうするこいつ、邪魔なんだよな。カードバンク捨てた、使わずに捨てたね。邪魔で進めねえんだよな本当に。ああエルサレム行った、お互い様で。それ以外がどこにあるかだな。マダガスカル沖にも行ってみたいしね。わずるい、これ近づかないともやばい。エクションだといきなりゴールの近くに、隣に行きやがった。まずいね、これ近づかないとまずい。1回ついたのを他につけて、うわー8月でかいな。場所は今、雷神より近づかないといけない。きついなーこれ。ちょっと物件飛びねえんだよな最近。買い占めたところが多すぎて物件飛びがあんまり美味しくなくなってるよね。いや、音速カードもあと何枚しかねえし、まずいな。いやー、ダイスが小さいし。カイロぐらいしか行くところがないが、貧乏神の近くはすげえ嫌だな。まあ、カイロ行くしかねえだろうな。別に買いたいものはないんだよな。とりあえず。ぴったりつけられそうなのが嫌だなこれ。近づいとかないとこれ1マスでゴールしちゃうからね。スペシャルでゴールしちゃった。で次僕につかないね。えん雷神さんね、はい。アデレード、どこですかアデレード。ああなるほどね、オーストラリアね。マダガスカル沖になんか、そうなんです。ああ、これ僕につけられちゃう。いやー、足がなくなってきたのがきついな。キングにカードもあったよな。マダガスカル沖。
どこにあるか教えてくれないの？これマダガスカル島でしょう。マダガスカル沖ってことは宝物がどこにあるかはちょっと教えてくれないのか、ヒントはないのか。いやきついな。音速カード使わないとやばい状況になってる。一応耐えたか。黄色いけってのかい、黄色いくの怖いな。でもまあ仕方ないか、仕方ないか。マダガスカル沖になんかありそうだかな。スリギン来たらおしまいだけど、まあ仕方ない。スリギンスリの臨時カードもなかなか引き方が僕じゃない。わあ、雷神かわいそうだが悪くはないんじゃないか。逆に近いんじゃないこれ。でもないか。逆に近いんじゃないこれ。あ、でも一回休みになるんだよな。それがきついんだ。そろそろ足を買わないとやばいなこれ。エンジェル来やがった。刀狩りが欲しい。なんか高確率でミカエルになるかな。そろそろこのミカエル、エンジェルだけでもちょっぴりと言いながらいくらくれる。わあでかい。いやーカードやばいな。買わないとやばいね。ちょっとマダガスカル沖どこなんだろうみたいな感じだよね。カード駅、カード駅がこの辺しかないんだよな。あ、でもいいか、押し飛びカードがあるからなくなったらなくなったで。そこも近いな。音速使ってしまおう。そろそろヨハネスをなんとかできたりしないか。5000億ないと無理か。5000億使うかみたいな話だよね。これマダガスカル島だよね。それとマダガスカルってもっと上だっけ。いやないね。じゃあこの辺だよね。マダガスカル沖もしかするとどっかになんかあるかもしれないが、教えてもらわねえとわかんねえからな。そこまで行けるんだ、すごいな。結構行けるね。ポートモレスビーまで行っちゃいますか。スリギンが怖いが、まあ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 、何もない。よし、12マスまで来た。さあ、もしかするとマダガスカル沖を、近くまで来るね。双発プロペラしかない。連帯保証人カード、エンジェルがな。エンジェル80毎ターン100、ほぼ100億が何ターン来るでしょうかって話だよな。ミカリになりそうだしな。はい、なんか取ってきてくれた。いや、音速カードを使うしかないでしょう。君ゴールしたいよな。12どうですか。12どこだっけ、ゴール。ここか。アデレード行けねえな。メルボルン行くか、仕方なく。それよりも星だな。星。この辺星。ないのか、買うところ。あ、惜しいな。ここに、なんかありそうだけど。9、4、19。面白いな、これ。面白いものが売ってますな。オークランドとかも行ってみたいな。ゴールドコーストも崩したい気がするが、行きたいところがねえな。まあ N カード行きたいか。スリギン来るのが怖いけど、 N、 いや、メルボルンからか。入るなら買っとくか。買えねえ。ここを崩すか。そんな暇なことをしてる暇があるか。あ、でも結
構こうでかいね。しかし30億使って佐久間を崩すのかっていう話だね。あ、行きますか。スペシャルあったからもっと近づいておいた方がよかったか。マカオのカジノホテルでかいんじゃない？でかい。もうされちゃったよ。いやー、やつは強いな。そろそろ星飛びで飛んで、結局雷神なんだよな。星飛びで飛んでなんかいいもの買いたいところだよ。パナマシティ、飛びで飛びますか。わあ、デレード取っちゃった。雷神が一番近いっていう、恐ろしいな。これ歩けなくなるぞ。普通に振った。ケアンズ。サクマでけえな。コペルニクス来い。ああ、バスコダガマ、音速カード奪ってまいりありがとうございます。剣飛びしてからですか。いやー、全然ないね。最近物件飛びがヒットしないね。これは星飛びでいいか。一回余裕ある。ライマ行くしかないね。マガダンが確かいいのが売ってるって話だったよ。マガダントロム星いいの売ってるっていう話なんだけど、遠すぎるよな。ライマ行くか。ちょっと待ってね。今何マスだ？残り。35マスなら別に。といっても音速1しかない。あ、2があるか。いや、飛ぼう。みんなを引き離して奴らに貧乏神つけよう。雷神が目的地に近いっていうのはすげえ珍しいしね。買う。いやー、ジェットしかないのか。ちょっと待ってよ、売る。満タン買うしかないじゃんね。で、売るのがねえっていう。まあ、すり銀がまあいらんっちゃいらんか。まあ、すり銀使ってもいいか。ちょっと佐久間相手に。買うのはねえ。あ、ここにもすり銀出てくる可能性あったのか。いやー、ゴール目指したいんだけど、音速近づく。足が遅い。足が遅いからチャンスはあるんだよな。これまた割られるときつい。一回すり銀を佐久間に行こうか。4000億とか持ってるでしょ。いやー、でもでかいな。ゴールされたら意味がないし、しかもエンジェルあるからな。あんま意味ないのか。刀狩り来た。なんか刀狩りされそうだな。とりあえず満タン音速。いや、待てよ。今閻魔が一人離れてるっちゃ離れてるんだよな。チャンスではあるんだよな。しかしカード、すり銀も使ってみたい。佐久間。よしよしよし。近いな。あ、逆に行った？そっちからの方が近いの。
そこ。ポートルイスの上ね。ポートルイスの上がマダガスカル沖ね。ポートルイスの上がマダガスカル。ポートルイスの上、覚えとこう。ポートルイスの上、ポートルイスの上。そうか、なかなか止まれないからってことか。ポートルイスの上、覚えとこう。あと、バミューダトライアングルもあるんだよな。星飛び奪われた。くっそやろー。あ、結構きついね、星飛び奪われるとこれ。ポートルイスの上が、さあ、ゴールしたんじゃない？これは。18。いけないか。うんちのせいでいけないか。ゴールどこだ？ゴールここ。パナマシティいけねえ。くっそー。確かいいのが売ってる星マスに泊まりたいな。確かいいものが売っている星マスが、この辺に、ここだ。と、あと、ここかな？ここだったけど、ホールドフランスでしょ。ああ、ここ行きたいな。まあでも、ここを買っておきますか。他にやれることがなさそうだけど。あとはガソリンスタンドで補充っていうのもあるんだけど。いやー、きついな、これ。バミューダトライアングル行きたいんだけどな。この辺でしょう、バミューダ。ここか。どこだ？バミューダ島ってどこだろう。ね。いやー、やれることがねえな。刀狩りきつかったな。ああ、もっと寄っといてスペシャルにすればよかったか。お前一人で離れてるから、結構やばいよね。大したことないんだよな、これ。セブン、スリの銀次来てほしいな。来い、来い、スリの銀次、おい。そうだよね。全部、全額いけ、全額いけ。レッサー4分の1だったかな。いやー、大したことねえな。いやー、結構きつくなってきたな、これ。ゴールしていいでしょう。あ、ゴールしなくてもいいか。俺はゴールできるが、ここに行きたいんだよね。これか、ここ。いやー、こっちの方がいいか、これ。ゴールするよりも足でしょ、これは。さすがに。さっき飛ばされたしな。え、ブルー。音速ブルー。ケント病1個あるから売るか。で、全部買おう。超音速をめっちゃ買おう。100億は安く感じる。これでいいや。とりあえずこれでなんとかなる。早いな。さて、エジプトピラミッド登りのやつでどうなったかだな。あとエンジェルのおかげで、サクマがめっちゃ上がってる感じだね。サクマでも下がった。どうだ？グラフの伸び率は。サクマそうでもないね。あれが効いたか。釣り銀が効いたかな。